はい、皆さんこんにちは。漫画家の新又慎です。はい、アシスタントデスくんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで今回の企画なんですけども、はい、今回はちょっとエースくんが考えてきた企画になっております。近い企画でありますよ。ということでエースくん、企画の説明お願いします。今回ですね、僕は一つ思ったわけですよ。はいはいはい。なんか新本先生はプロじゃん。そうだね、一応プロ漫画家でしょ。俺が10円、100円、1万円、10万円でイラスト描いてくれってお願いした時に、金額の差って絵にどれぐらい出るのっていうのが気になった。なるほどね。いや正直ね、10円で私依頼受けないよ。100円でもぶっちゃけ受けれないよ。いや、分かってるんだけど、仮にその金額を出した時に、どれぐらいのクオリティの差があるのってこと？そう、あるのって気になるんでしょ、みんなこれ多分。正直ね、確かに、なんか金額によって若干掛け側の気持ちが違うっていうのはあると思う。なんか、モチベ違うでしょ。この金額出された時に、この金額だったら、こんぐらい買わなきゃいけないとかさ。実際企業とかが依頼してくる時も、やっぱり複雑なになればなるほど、大体期間金額は上がる。そうでしょ。だから、その感覚で、じゃあ私がもし依頼されたらどうなるかってのをみんなに見せればいいわけ。そうそう。オッケーオッケーオッケー、わかりました。単純に気になったよ、俺が。わかりました、わかりました。早速やっていきますよ。レッツチェキラ。じゃあまず、はい、10円から下先生に仮に、ね、10円でイラスト描いてくれって言ったら、どんなイラストができるのかっていうやつ。まずね、本当にもうこれでお返ししたい。あ、もうこれ？もう紙一枚お返し？もう紙のコストで10円よ。マジ、ほんとにマジで。もう自分がペンを持つことすらもいらないという。そう。でも一応仮にも何か書いてっつって10円もらったら。10円渡したらね、仮に。ちなみに何を書くかっていうさ、普通は企業から何書いてって依頼がある。なるほど。普通何もなくっていうのないよ。だから、ちょっと一応一テーマ、金額の差でより分かりやすくしたいから。ね、お礼だよね。エス君でいい？オッケー。じゃあ、似顔絵描いてて頼まれたパターンでいい？あ、似顔絵描いてでもいいし。いい？オッケーオッケー。じゃあ、行きます。そうだね。それでいい？じゃあ、まず10円で頼まれたエス君行きます。はい、書けました。あ、でも10円でもこれ書いてくれんの？うん。あれやって。ちっちゃいけど、10円で書いてくれる。10円でもこれくれるんだ。10円なんでこれくれる。ああ、マジか。エス君のこの目の特徴だけは押さえた。もう十分だよ、10円でこれは。だから、なんていうの？秒、今、2秒か3秒ぐらいだったじゃん。だから私にとって、だいたい、秒級っていうの、秒級。時給じゃなくて、秒級。秒級でいうところの、秒級10円みたいな感じ。1秒でイラスト描いてとか、そういう。そうそう。そんな感じですね。10円だとこれぐらい。そんなもんでしょうと思ってたよ。次100円でしょ？次も次に100円だ。オッケー、100円ね。でも100円もらったらちょっと頑張れちゃう。ジュース1本買えるからね。そうでしょ。買えるか、100円だと。じゃあ、ゲームは1回できる。100均グッズが消費税を抜けば買える。クレーンゲームとかできる。そう、クレーンゲーム。駄菓子買えるから、ね。駄菓子買える、ね。ありました。じゃあ、ちょっと100円の S 君書きたいと思います。マジか、100円でそのレベルのクオリティくれるの？一応さっきのさ、10倍ぐらいは時間かけてあげないとね。100円ももらっちゃったらね。60秒ぐらいで書けるイラストってこと？だいたいそういうことなのかもしれないね、感覚的には。なるほどね。もしかしたらあんま意識はしてなかったけど。これあれじゃん、普通にシモス先生がサイン会とかでさ、書くレベルの絵じゃん。そうだなぁ。これ。ってことは、待って、そうなっちゃうと、私のサイン100円って。私のサイン100円ってことになっちゃうか、おかしい。それやめよ。そんな値段で販売してないよ。でも、これそうだよ。サイン会で書くミニキャラのクオリティ。それは今ね、開けちゃいけないパンドラの箱だった。ほんと、やめよ。意味わかんないから。こんな感じだね。いやでもそれぐらいのクオリティ出てるよ、ほんとこれ。マジでサイン入れないでよ、サインの価値が高いから。あ、なるほど、サインの価値100円じゃちょっとサインは入れられません、ね。サインの価値3万円ぐらいするわけ。100円もらったらでも急に100円でちょっと書いてって友達とかに頼まれたら、これぐらいは。これぐらい、ね。逆に下書きとかはもしないわ。わかる？でもこんな感じで100円の依頼で。結構なクオリティだね。俺も100円でいいわ。100円でもいい。100円でいい。それだと私仕事成り立たないから困るよ、本当に。で、次じゃあ、仮に、1000円は、多分100円と1000円じゃあんま変わんないと思うから。なるほど。一気に飛んで1万円ぐらい。1万円ね。ありがたい。でも実際イラストってやっぱそこぐらいから、相場だと思います。1万円ぐらいいっちゃおうかなっていうので、1万円だって、の依頼が仮に来たとしたら、どれぐらい書くの？1万円でね、メス君から依頼来たでしょ？オッケー。やっぱ1万円になってくると、ちょっと下絵ありなんよ。でもちょっと構想から練りたいね。どういう絵を描こうかなっていう。はい、1万円のイラストできました。はい。
はい、こちらは、だいぶさっきより等身が上がりまして。まあ、私的に本人が納得いくような感じで、いい感じにイケメン度を上げて書いております。特徴を捉えてくれてる。目が開いてない感じとかね、特にね。いや、まあそうね。まあ、我々のエス君にしてもね、こんな感じでしょ。まず、エス君は目玉焼きのパーカーってか、持ってないんだけど、ないんだけど。目玉焼きパーカー売ってません。目玉焼きの服みたいなのやっぱ好きだから、目玉焼きを彼の、まあ、特徴として入れといてあげるって、うん。ああ、特徴はめっちゃ捉えてくれてる。あと、サインが入りました、サインが。あ、やっぱりね。サインはやっぱ金額上がるから入れてくれます。そうそうそう。一応サイン入れさせてもらいました。はいはいはい、まあでもまあ個人的には1万円でこれぐらいかなっていう。いやもう十分よ、1万円で。でもさらにこっから上がるわけよ、ね。あとなんか量産の自分のキャラとかじゃなくて、その人本人を書いてるし、うん、オーダーメイド感あるから、やっぱこんなもんかなっていう。ああ、なるほどね。感じですね。あ、最後10万。いや、こっからだからかなりね、さらに10倍上がるわけよ。なるほど。10万は正直ちょっと今この撮影時間中に私書けない。書けないから。後日ね。後日ちょっと、作画工程とともに見てもらっていいですか？やばいね。10万渡したらこれの10倍の絵が来るんだよ。やばい、やめといて、やめといて、やめといて。あれ、せーの、やめといて。じゃあ、ちょっとその後、この後ですね、10万見てください。はい。はい、10万円のイラストを描いてきました。お疲れ様でした。ちょっとね、時間経っちゃったんだけども多分ね、相当経ったよね。俺の髪の毛とかもだいぶ伸びてると思うし、ね、本当に時間経ったんだけども、はい、ちょっといろいろ忙しかったし、やっぱね、10万円のイラストとなると、うん、結構本気で描かなきゃいけなかったから。あー、まあそうだよね。そうなのそうなの、やっぱそう、テルキューを出すわけにはいかなかったから。確かにこっちも10万円払ってるわけ。ただ私も結構自信を持って出せる作品ができました。マジで？そんな、俺まだ見てないから本当に気持ち楽しみにしてないよ。見てもらっていいですか？はい、じゃあちょっと今見せます。はい、こちらになりました。すげえ。こちら、S 君がですね、さすが10万だな。もうそうでしょ。まず今までのと多分全然クオリティが違う。違うわ。まずいつも自分が使うツールのクリップスタジオペイントで書いております。その花とかすげえよな。なんかね、まあ説明していくと、まず今回は、まあ10万円ということで、はい、今までは脳資料で、なんとなく見た S 君を描いてたけど、はいはいはい、今回はこれ S 君自分でも見覚えあると思うんだけど、これ S 君がインスタに上げてた写真があって、映えてる写真がね、あった。映える写真撮れたっていうね。そうそう、マイスクが結構アップになってる写真があるんよ。はいはい、それを参考にしながらまず描きました。なので、もうちゃんとモデルを見ながら自分のイラストとして書き起こしてきたから。なるほどね。多分今までよりも全然リアル感が違うと思うんだよね。確かにリアルだわ。なんかポージングとかも、まあより本人に似せてる感じとかがあるから。はいはい、あとやっぱ光の感じとかも本人のやつを見ながら書いたから、割と今までよりも全然立体感とかも出てると思う。モデル常に横にいたんだけど。そうなんだけど、まあね、写真の方が私はモデルしやすいよ。やっぱ本物。まあでも、あれだよね、実物よりも写真を見た方が絵に起こしやすいってなるよね。そうそう、まあでももちろん絵にする意味は、本人を描くことじゃなくて、はいはい、より理解して、より私のイラストで描くことだと思ったから。新本先生っぽく。そうそう。だから、まあ、より私の作品に出てきそうなイケメンとしてちゃんと描きました。じゃあ今後出る可能性がある。出ないですけど。ダメ。出ないけども。で、まあ、花の感じとかエスク言ったけど、花とかは今回はこれ全部素材を使ってます。いや、めちゃめちゃすごいなと思って。もう素材を使ってるんだけども、まあ、作画工程もみんなちょっと見てもらえば分かると思うんだけど、入れ込んだ後にいろんな加工をかけて、すごく手前はボケる、奥は。それはすごい、手前がこのなんかボケてて。逆にこういうのはイラストだからできたこと。なんか写真では多分こんな風にはなってない。あ、写真がこういう、こんな、手前奥みたいになってなくて。はい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 、こういうのはより、自分のイラストだから綺麗に出したり、色味とかも自分なりにちょっとこだわって、黄色と紫とかでやって、本人はあんまり色を入れないで白、みたいな感じでしてやってみました。だって、俺こんな白くないもん、肌多分。肌はでも、いつも私が描く漫画のキャラより黒いよ。え、そうなの？その辺もやっぱちゃんと寄せてくれてる。そう、一応 SK で寄せてるよ。さすが10万円。寄せてるんよ。という感じで、私の10万円のイラストです。すごっ。まあ、一番私的にも結構納得のいくクオリティの1枚の絵として結構完成されてるものが描けたんじゃないかと。俺のツイッターのアイコンにします。あ、ぜひしてくださいと。インスタのアイコンにも。思ったんだけど、一個私肝心なこと忘れてて。何？サイン入れるの忘れてたんだよね。いや、いいよ、入れなくて。サイン入れない方が案外価値がね、ある可能性もある。いや、これはもうこれで。そうしよう、そうしよう。私もそう思う。私も入れる場所ないし、うん、入れてもこの端の方とかにこれチュチュチュって入れるぐらいじゃないですか。あ、もうそう、シモとしてない。あ、そうなったから、まあ、とりあえずじゃあこれで今回、本人が10万円で納得してるから。すごいよ、これは。まあ、これで10万円払った価値があると思ってもらえたら嬉しいです。すごかったです。あ、よかった、よかった。プロが仮に10円、100円みたいな感じで、私的に10万円もらうとこんな感じのイラストになるということが今回分かりました。写真から起こしてもらえるなんて、ね、めったにないことだからね。そうでしょ、やっぱりね。そうね、ちょっと10万もらってやっぱ書いてって言われたら、さすがに脳資料じゃいけないね。
本人をちゃんと用意してちゃんと見て書くっていう。やっぱり気持ちが違った。そう、気持ちが違うね。そうですそうです、うん、という感じです。まあ私のね、これはあくまで私のなんとなくの価格設定プラス S くんへの特別価格ですので、だからそれでみんなにやってあげれるとか、そういう企業からそれで依頼が来ても困るんだけど、みんなが写真をシーモスに送って10万払うんでやってくださいって言ってもね、そういうわけではないよ、そういうわけではないんだけどもね。まあ今回こういう結果が出たので、もう今後何かの参考になることがあれば参考にしてみてください。はい、よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。文化の下本慎太郎。バイバーイ。いやもうアイコンにしようれこれ。